時間のような。おい、新次元ゲームネクテンのビクビクトリー2実況プレイのパート57です。と、黄金の叩き最上層までやってまいりました。おそらくここでゴールドサードの S 社との対決になるんじゃないかと思います。何やらね、マジェコンヌや、大きい方のネプテューヌと、なんかアフィマックスの連中もちょっかい出してきてるみたいですけどね。一体この、世界で何が起ころうとしているのか、謎が深まる一方ですね。でね、4つのシナリオもこれで最後、頑張っていきましょう。時は満ちた。さあ始めよう。エスじゃ、やめて。邪魔をするな。これも全てお前のためだ。今回エスさんの共闘何もなかったね。私は望んでない。だがこれしか方法がない。ならばこうするしかないだろう。あなたは騙されているのよ。お願い、正気に戻って。今さら君の言葉だと不要さ。私は君にこの体を返す、それだけだ。エスーシャ、どうしてこうなってしまったの。お待ちなさい、エスーシャ。お願いです、エスーシャさん、思い直してください。エスーシャちゃん、お願い、思いとどまって。ヌマンとレディを退けたか。いや、手ごめにしたのか。だがもう遅い。儀式を始める。失敗ですの？いや、失敗なわけがない。もう一度だ。なぜだ、なぜうまくいかない。やっぱり失敗みたいですわね。みたいですね。見たところ術の軌道に失敗しているようですが。まさか。ヌマン、レディ、ランブタを数えろ。オイラたち今エス社の敵なんだけど。まあいいじゃない、さっさと数えましょう。それでいい。1、2、3、4、5。なんだかいつの間にかすっかり緊張感がなくなってしまいましたね。ですわね。99万9994 99万9995 99万9996。嘘、もうそんなに数えたんですか。ヌマンの動体視力と演算能力はピカイチなのよ。99万9997 99万9998 99万9999。あれ、どうした。一匹足りない。な、だと、どういうことだ。ここに連れてきた時は100万匹いたはず。エスー社を止めるには今しかないようですわね。止める、一度私に敗れた女神がか。確かに一度は敗れましたわ。ですがネプギアちゃんと二人の今なら負ける気はしませんわ。ならば相手をしよう。黄金の力、再びその身で味わうがいい。そちらこそリーンボックスの女神の力をとくと味わうといいですわ。よし、行きましょう。あなたに私の相手が務まるかしら。やるの、やっ、あっ、せやっ。ドワーズエフェクト、助かるわ。ありがとうございます。
私は思い出にもならない。セライディバイト、ノーラキはいい。この程度の効果か。もらった。こんな手数じゃないの。回復です。私の番ね。逃がさない。ノーラキはいい。状況を開始します。なるほど。もらいました。一応レベル低いからな。回復も一つの手ですわね。次にネプギアに回復してもらおう。さあ、お行きなさい。やるな。やるな、女神。だが、この命に変えても医者を失うわけにはいかない。私の相手は誰？もらった。覚悟。断ち切る。もう迷いはありません。使ってください。助かりましたわ。やるしかないんですね。私たちで切り込みます。息の合った高速戦術を見せて差し上げましょう。やるな。どこまで削れるかな。タイミングを合わせて。やるな。とどめですわ。ここまで追い詰められるか。誰を食べようかな。ブラッターって決めます。やるな。悪は立つ。最も気高い刃を見せた。やるな。あ、足んない。私のターンですわ。あなたにはここで果てていただきますわ。はぁ、貫く。やるな。魂のかけらすら残さない。チェックメイトですわ。何も見えない。この私が苦戦するなんて。胸も大きくなった気がしますわ。まだまだ育つ。悲願も叶えられず。私は他に何かを犠牲にしないで済む方法があるかもしれません。一緒に探しましょう。そんなものはすでに探し尽くした。だからこれしか手段はなかった。だがそれすらも叶わぬならば、もはや残る方法はこれしかあるまい。今度は何をするつもりですの。私の魂をこの肉体から消滅させる。黄金の頂の力を借りればできるはずだ。ダメ、そんなのダメ。本当ならば死んでいるはずの命だ。君が気にすることではない。君には迷惑をかけたが、共に過ごせて楽しかったよ。ありがとう、イーシャ。そしてさよならだ。この分からずや。どうしてあなたはそうやってご自身を犠牲にすることしか考えていませんの。それしかイーシャを救う方法がないからだと言っている。でしたらその方法が正しいとでも。私にはあなた方がどのような関係なのかは分かりません。ですが、イーシャが助けた命をなぜあなた自身が無駄にするのですか。
共に生きて方法を探せばいいんですわ。それができないから私は今こうしてここにいるんだ。イーサ、あなたに聞きますわ。体が持たなくなっているというのは本当なんですの？どうなんだイーサ。イーサちゃん、あの暑苦しいので急に二人で出てこないでいただけます？いいえ。おお、イーシャがいいえと言ったぞ。久しぶりのイーシャのいいえよ。今のいいえには嘘も偽りもないわ。あのですから暑苦しいので急に出てくるのは違う。イーシャは私のために無理を言っているだけだ。違う、無理なんてしてない。エスーシャがそう思い込んでいるだけ。イーシャちゃんがベールさんに向かって話しているわ。まさかイーシャがオイラたち以外と会話をするだなんて。 It's wonderful! 思い込みなものか。私はしっかりと異変を感じて。異変って何？私は何ともないわ。エスーシャはどうなの？私はあれ、なぜだ、どうして私はそう思っていたんだ。私はあなたを自分の意志で救った。こうしてあなたといることは苦でも何でもないわ。だからこのことであなたが気に病むことはないの。いや、じゃなかったのか。嫌なら初めから助けないわ。あなたが好きだから助けただけ。ただそれだけ。エスーシャは私のこと嫌い？誰がお前を嫌いなものか。私だってお前が好きだ。こんな私を救ってここまで思ってくれるお前を誰が嫌いなわけないじゃないか。よかった、私嫌われてたんじゃなかったんだ。すまない、いいじゃん。これで全て解決ですわね。はい、お疲れ様です、ベールさん。ネプギアちゃんも手伝ってくれてありがとうですわ。いや、まだだ。君たちに頼みがある。頼みですの？この塔を壊してほしい。こんな塔があるから私は道を。ずいぶん前から疑問に思っていたのですが、この塔は一体何なんですの？この塔は黄金の頂き、いわば私たちゴールドサードの象徴にして力の源。あそこに見えるクリスタルがあるだろう。国民の信仰心をこの塔が集め、あのクリスタルが女神用のシェアエネルギーをゴールドサード用に転換し供給している。あなたたちの強さにはそんな秘密が。ですがそれでは力を失うのではなくて？この力なんて偶然見つけた産物だ。利用価値がなければ興味などない。わかりましたわ。おいこら、ネプチューヌ、ランブタの数が少ないとはどういうことだ。なんでおかしいな。ちゃんと100万匹数えたはずだったんだけど、どっかでミスしたみたい。てへてへじゃない。けど別に儀式くらいいいじゃん。目的のものは手に入ったんでしょ。ああ、この通りだ。おお、どう見てもゲーム機のケーブル。けど本当にこれがあの人が探してるものなの？騙されて偽物捕まされてない？私にはわかる。この年季、この肌触りとしなやかさ、これこそ我らが主の求めているものに違いない。あとは
空気忍者が他の国からうまく盗み出すだけだ。なるほど。さてでは、参りましょうか。おい、華々しく終わらせろや。次は誰です？次回もこんな感じで。ここに行くのですね。ひとときの休憩としましょうか。あ、売ってたの？あ、でもあれか、強くねえわ。あ、強いわ。売ってたのかよ。今更だけど買っとくわ。これもあるし。いつ更新されてた？ホットイーターです。よろしくお願いします。どうでしょうか。かっこいいです。はい、では、うん、終わりでいいよね。私たちには、はい。その後、塔の中枢を破壊した私たちは、999,999匹のランブタたちを連れて、黄金の頂を後にしましたわ。女神の存在が忘れ去られた理由や、ランブタの呪いの解除方法などまだ分かっていない謎はたくさんありますが、エスーシャという少女がイーシャという少女を救うために起こした騒動は誰一人犠牲を出さずに解決を迎えることができました。まだ外敵との争いの絶えないディーンボックスですが、新たな仲間エスーシャと妹のネプギアちゃんと一緒ならいい国にしていけそうな気がします。ネプギア、つこねえぞ。ちょっと待ってください、ベールさん。なんで私がベールさんの妹になったことになっているんですか。やっぱり気づいちゃいました。普通に気づきますと。まあ最後の最後でバレてしまいましたが、これで私の物語は終わりですわ。お、ネプステーション、次回予告。ロボットで進むの？あ、進むね。たまに流そうか。ちゃんと脱いでるじゃねえか、しかも。
真の力を発揮するってよ。以上が諜報部が入手した報告になります。やはり今ゲーム業界で起こっている事件の裏には秘密結社が絡んでいたのですね。ラステーションでは傭兵組織の後ろ盾としてルイでは革命軍とつながり、リーンボックスではゴールドサードとつながっていた。さすが愛ちゃん、事件の裏の裏まで調べ尽くすなんてまさに諜報部の鏡だよ。ま、私にかかればこのくらい当然よ。ちなみにネプギアならベール様と一緒にうまくやってるそうよ。本当なら妹の活躍を喜ぶところなんだろうけど、相手がベールだと素直に喜べないかも。それでイストワール様、今後の対応ですが。秘密結社に打って出ましょう。けど秘密結社ですよ。どこにいるのかわかるですか？それなら任せてください。ワレチューさんの証言をもとに秘密結社が空中戦艦を拠点としていることが分かりました。仲間は売れないとか言ってたくせに結局吐いたのね。けどどこにいるかわかるんですか？足がつかないための戦艦ですよね。その道にとても強い知り合いがいるので協力をお願いしようと思っています。なのでその間にネプテューヌさんは各国に行って女神様たちを集めてきてください。おお、ってことは私たち4人の物語が全部終わったってことだね。そういうことなら任せて。あえ、今普通に寂しかったメタなこと言ったな。ネプネプ、そういうメタなことは知っていてもあまり言わない方がいいと思うですよ。 IF さんとコンパさんもネプテーヌさんに同行していただいてもよろしいですか？いいですけど、私も久しぶりにネプネプと旅行です。せっかくですし他の女神さんたちにお土産を持っていくです。いいねそれ。せっかくだから新商品のプラネタワ焼き過去24個入りを持っていこうよ。というわけです。ああ、なるほど、おもりってやつですね。わかりました。それでは皆さんよろしくお願いします。おお、いろいろいけるようになった。私の名前はニトロプラス、よろしく。さ、張り切って。そうだ、あれ今日の私は多少のやる気に満ちているよ。お仕事はこういう時にやっておかないとね。適当に近い場所同士のクエストをいくつか受けてっと、ポチポチ。よし、サクッと終わらせてきちゃおっと。遠くまで来たものだな。チアリー一匹見かけないとは。それにしても結構歩いたわね。ここいらで少し休む？そうだな、お主も疲れているだろ。ネプー！今の悲鳴は。いや、ちょっと待ちなさいよ。いや、妙に報酬が高いなと思ったら、まさか大連続資料だったとはね。適当に受けたから敵の情報とか全然見てなかったよ。でもでもきっちりカッコ撃破していけば。うわあ、もう一頭こっちに来た。二頭同時は卑怯だよ。少女よ、無事か？ネプ、傷を負っているな。少しじっとしていろ。おお、これは噂の辻ヒール、ありがとう。なんかカードから出てきたけど、お姉さんは召喚士的なジョブの人なの？いや、私は。話は奴らを排除してからだ。少女よ、私も助太刀しよう。手伝ってくれるの？助かった。
困っている者に手を差し伸べるのは王として当然のことだ。我が名はミリオンアーサー。100万人のアーサーの頂点に立つ王の名だ。覚えておくがいい。そして DLC 解くと見るがいい。我が剣と騎士の華麗なる勇姿を。ほいほい、やっていきましょう。ゲーム業界に一陣の風を吹かせてあげるわ。これはどう？何も見てなかった。コンボ組み直した方がいいのかな。やべえ、装備とか全然確認しなかった。私の番ですね。王としての責任を果たす。これが魔法剣というものだ。凍りつくがいい。ま、私に任せなさい。下がりなさい。次は誰？これくらい私も。オッケー。無事倒すことができたな。お主、見た目によらずなかなかの手だれではないか。私にかかればこんなもんだよ。とは言っても本当に助かっちゃったよ。いや、通りすがりの人との共闘はクエストの醍醐味だよね。私の名前はネプテューヌ。よろしくね。うむ、ここで会ったのも何かの縁だな。はぁ、やっと追いついた。休憩って言ったそばから突然走り出すんじゃないわよ。置いていかれるこっちの身にもなりなさいよね。すまぬ、少女が襲われていたものでな。どうせ可愛い子だから助けたんでしょ。当然だ。このようなパーカー一枚のけしからん美少女を見捨てられ。5本。王たるもの、先陣を切って戦い民を守らねばならぬ。それがいかなる人物であっても変わらない。はいはい、その子も無事みたいでよかったわ。うわー、イースみたいな子がいる。彼女はチーカマ、私のサポート妖精だ。チーカマ？アーサーである私のパートナーのような存在だ。パートナーだと思っているならもう少し私に気を使ってくれてもいいのにな。チーカマちゃんがミリオンアーサーちゃんのサポーターで、ミリオンアーサーちゃんがアーサー？アーサーって何？混乱してるわよ。ああ、すまぬ、説明が足りなかったようだな。我々はブリテンという島国からやってきた。アーサーというのはブリテンの王の候補者のことだ。候補者は全員アーサーという同じ名前で呼ばれているの。中には所属している派閥によってケンサーやギーサーと呼ばれる者もいるな。現在アーサーはおよそ100万人ほど存在しているわ。おお、そういえばさっきも100万人の頂点とか言ってたよね。100万人のアーサーの頂点に立つ真の王、それがこの私、ミリオンアーサーだ。覚えておくがいい。まだ候補だけどね。女神候補生みたいな感じなのかな。ネプギアたちが100万人いるのかな。この大陸は王ではなく守護女神と呼ばれるものが統治しているのよね。そうだよ。何を隠そう、その女神の一人が私。なんだと。確かにこの因子は。あなたプラネテューヌの女神ネプテューヌね。やっぼ、あっさり信じられた。ここは疑われてからの変身でおおってなる流れじゃないの。てか私まだ妖精さんに名乗ってなかったよね。もしかしてエスパータイプだったり。ここはプラネテューヌ領でしょ。来る前に一通りのことは調べているわ。ほう、素晴らしい。女神か。よし、決めたぞ、チーカマ。私はネプテューヌと共に行く。またそんな急に。プラネテューヌに住みたいの？新しい住民は大歓迎だよ。いや、我々もお主と同行させてほしいのだ。
戦いに関しては協力できるだろう。あなた、旅の目的は忘れてないでしょうね。可愛い子についていきたいだけじゃないわよね。騎士を作るために有能で新しい因子を探すことだろ。そんなことは分かっている。私たちはこの地に来たばかり。そして彼女はこの国について最も詳しい女神なんだ。まあ私たちにとっては得策だけど、あなたはついでいく気満々だとしてもネプチューヌにも都合ってものがあるじゃない。私的には仲間は多い方が楽しいから全く問題なしングだよ。軽いいの？本当にいいの？女神との出会い、まさに王となるべき我が運命であろう。改めてよろしく頼むぞ、ネプテューヌ。なんか申し訳ないけど、しばらくご厄介になるわね。よろしくね、ミリオア。長いからミリアサちゃんでいい？ああ、好きに呼ぶがいい。二人とも私の名前はちゃんと呼べてるし、まさかの逆パターンだよ。よし、これからよろしく、ミリアサちゃん、ジーカバちゃん。そうか、あんまりちゃんと呼んでもらうことねえもんな。弱酸性の魂。それにしてもここは随分と科学技術が発達した国なのだな。プラネテューヌの技術はゲーム協会1だからね。ねえねえ、ミリアサちゃんの国はどんなところなの？ブリテンだっけ？ああ、魔法の力が豊富な島国だ。この国ほど科学技術は発展していないがな。今祖国は内乱に加え、海を隔てた向こうにある別大陸の外敵から侵略を受けているのだ。なんか思った以上に大変なことになってるんだ。国内では派閥同士の争いだけでなく、エクスカリバーによって王の器を測る体制に対する反発から。ねえ、またそうやってブリテン用語ばかり話してるとネプテューヌが混乱するんじゃない？いやいや、私の特解力を舐めてもらっちゃ困るよ。フィューリーから妖精をパージして塔がバルスってことだよね。大丈夫？ほら見なさい。すまない。そうだな、わかりやすく言うならば、とにかくそこら辺を歩いていると半裸の女が出てくる。それがブリテンだ。誤解を招くような言い方をしないでちょうだい。そういえばチーカバちゃんは露出度高いし、ブリテンってば R18 のアイランドなの？違う、ブリテンはそんなエクスタシスな場所じゃないわよ。そうか？しかし一国の守護を司る女神がところ構わず半裸で戦っているのだから、ここも大して違いはないな。そこそこ長いシリーズの中でもあえて今まで触れてなかったところを。私もすうす気づいてはいたけど、この世界ではレオタードが普通なんだと思い込んでたけど、やっぱり突っ込んでもよかったんだ。まあ別にそれでも良いではないか。露出が高ければ私もみんなも喜ぶ。それがジャスティストレインネプテューヌだ。何それ？意味はよくわかんないけど、氷季節されると妙な説得力を感じるよ。はい、というわけで、新キャラミリオンハッサーが加わりました。まあ一足遅れてって感じですけれどもね。はい、まあね、ここからまた、新しい物語ということで、まあね、ノワールたちとも合流していくことになるんでしょうね。まあ、いろいろちょっと装備とか確認しててね、ちょっとまた次回、いろいろ見ていこうかなと思います。こっから他の大陸に移動するっていうことなのかな。はい。まあ、なんかイベントとかもちらほら出てきているみたいですので、まあ、話進めていく前にそういった部分を、先に回収していこうと思います。では、新次元ゲームネプテューヌビクトリー2実況プレイパート57、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。